注文中傷。どうも、みつろです。さあ、今日もですね、ちょっと久しぶりですね。ゲストが来ております。マキャベピーです。どうぞ。おぉ。めちゃおぜドクター・ジョバンニです。あ、どうも、大丈夫、ドクター・ジョバンニ。これは、ペストかなんかの時のやつ。そうです、そうですね。ペストマスク。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おぉ。髪の毛のちょっと思考を変えてきましたね。うん。分け目とうまくいかないと。はいはい、はい、そうですね。うん、さて。お、脱いだね。あ、やっていきますか。やっていきましょうよ。うん。よろしくお願いします。ちょっとあんまりこっち見ない。あんまりこっち怖い。すっごい当たりそうで怖い。うん。うん、すごい。うん。海辺の小学生みたいで。海辺の小学生。うん。やっぱり、無駄に筋肉質っていうね。さてさて、ね、いやいやいや、そうなんだ。やってるじゃないのよ。うん。なんだかさ、うん、いいよ。いろいろとやってていいですよ、すごく。再生回数もまちまちですけれども。うん、まあ、地道にね、うん、やっていこうかなと思って。あのね、行きましたよ。うん、東博に。おぉ。うん。おかげさまで。おぉ。見に行きましたよ。どっち行ったんですか？両方。おぉ。一日、まず召喚の。違う、召喚のじゃない。11面観音。そう、11面観音を見まして。で、豊臣見行った。そのまま豊臣見た。おぉ、行きましたか。うん。どうでしたか？で、よかったですよ、11面観音。うん。言ってた意味は分かりました。うんうんうん、でも、まあ、後ろの背景、三輪山ですね。三輪山のやつは、まあ、そんなに近くなかったから。うん、そんなにね、うん、まあ、めちゃくちゃ邪魔だってことじゃないんだけど。うんうん、まあね、分かりますよ。うん、大将どうでしたか？大使。あ、豊臣。あ、豊臣。豊臣一点はどうでした？豊臣一点は、2歳で祈ってるやつのアートが多すぎましたね。うんうん、2歳でお経を唱えた。2歳児のアートが多すぎて。あとアートが多かったな。あと単純に物量が多い、うん。物量多いね。ただあそこの常設展にもさ、ありましてさ、いろいろあるじゃない。吉祥天とかさ。はい。俺もこう見たら、あ、吉祥天だと、奥さんだとかさ、わかるようになってるんですよ、おかげさまで。すごいですね。ユーザーですから。ちょっと待ってね。うん、すごい苦しい。ベストになりそう、ベストになりそう。意味ねえじゃん、じゃあ。意味ねえじゃん。あつ、これで。だって、うん、今までで一番苦しそうだよ。だそうですね。うん、これは、これは、ね、そうですね。そうだな、もう本当に変えたいな。あ、苦しかったの、行き過ぎ。革でできてんの。うん、革で、これが、うんうんうん。いらないか、その豪華さ。これが。そうだね。うん、革だろうが何だろうが、いいもん。いいよ。あ、もう行き過ぎがスパン短いな。で今日はまたチャンネル改善会議ってことですか？うん、そう、もちろんそうですよ。改善するとこしかない。そうね。うん。で、あとちょっと反省点として何かありますか？ここ、前回の話。あー、難しい。あのね、うん、取り留めもないんだよね、やっぱ話がね、うん。あー、なるほどね。あー。起承転結がうまくできないんだよね。ね、なんか、だから、結果的にダラダラ前編後編話し合ってるみたいな。でもいいけどね、あのくらいの長さで切ってもらった方が、うん、次もできるし。うん、あとは、うん、根本的に扱ってる話題がポップじゃないな。それわかんない。そういうチャンネルやってるんだけど。ということで、まあ、一生懸命やっておりますが、うん。だから君はダメなんだろうね。うん。だからそういう今、ヒエラルキーにいるんだと思う。いや、俺は下の方にね。失礼だね。改善しなきゃいけないことでありますよ。うん、初めてのロケーション行きましたね、ロケ。行きました。あれで、はい、見ていきます。うん、はい、見てきました。うん、そう。これじゃあ、ユーザーさんがもう、楽しみにしてたんですよ、みんな。見えます？目見えます？いや、見えてない。見えない？一回も見えない。俺すごい見えてるよ。もうみんな見えない。光があるから、そっち側に。全然見えない。昔の、お城の防御のやつと同じ。うん、夜、ね。あれは確かに、ね、もうちょっとやり終わった。ただ、これ、やったことがないから、やっぱ。そう。ってことは、今日は、その練習をしていきます。練習をする。はい。要は、その場合、
この画面には写真が映ってるわけですよね。まあ動画は流せないんで。で、それがまあ出てます。はいはい、あとは音声だけでいかにそれを伝えるかという練習ですよ。それいきなりやれってできないでしょ。でも展覧会中に音声だけこうやってんのもね、うん、例えば撮ってませんよと。うん、なんかボソ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 、展覧会でそもそも喋ってるやつちょっとうざいじゃないですか。うん、あのね、俺が行った時には、うん、ちょっとこう、ずーっと手を合わされてる方とかいらっしゃって、うん、いるよ、ね。とてもじゃないけど、ね。どうでしょう。とてもじゃないけど、喋る。あの空間で、うん、いやー、すごいなーとか言ってたら、うん、だからまあ、結構やばいでしょ。展覧会じゃないところでやればいいんだよ。なんか、うん。なんか聞こえましたね、今。聞こえた。なんか天の声みたいなの聞こえてきた、うん。聞こえましたよね。で、別に、その現場で撮る必要ないってことです。でもだけどじゃないと。うん。じゃあどうするかっていう。君の口癖はでもだけど。これで、この日歩きの人は大体みんなそう言うんですよ。失礼だな。口癖みんなでもだけど。そうだね、でも、君の口癖、間違えてるね。間違えてる。でしょ、うん、ヒエラルキーの下のやつほどでもだけどを言う。言うでしょ、うん、じゃあですよ、うん。じゃあどうするかって話でしょうね。練習しましょう。はい、やってみましょう、はいはい。これは君今後のチャンネルやるのに得得しとかなきゃいけないスキルですよ。そうだね。大概境内しか取れないからね。そうそうそう。だから境内でね、ちょっとこうなってますとか、うんうん。見た後にすぐ。もしくはそのままで見た場所じゃなくても、うん、見てちょっと外れてコメント言えばいい。まあその、手法はいいよ今。手法はいいよ。手法じゃあ、手法はね。あと、うん、ちょっと一回やってみましょうっていうこと。うん、見に、あたかも見に行ったような感じのやつをやってみましょう。うんうんうん、はい。そう、だから、もし、見てる方は、前回のその、行ってきますのところで一回一時停止していただいて、うんうん、で、ここから見ていただいて。続きね、うん。で、まあ、もう一回終わったら戻ってもらって。はいはいはい。そういうことでやれば。やってもらえばいい、ね、はい。じゃあ行ってきますからやってみましょう。じゃあ、少林寺十一面観音さん、今から見ていきたいと思います。はい。んなんか出てる。なんだ。Google のバックアップと同調。はい。はぁ、なるほどね。こういう置き方したんだな。うん、でも、やっぱ綺麗だな。あ、やっぱ後ろいいですね。あとなんか思ったより、こう、浮かんでるね。いや、しかし、前に回ってて、あ、やっぱいいなぁ。はい、カット。どうぞ、はい、カット。あのね、うん、もう何にも分かってない。やっぱ、そのヒエラルキーが下の人のレポートだね。何にも分かってない。うん、いいよ、ね、うん。俺は何にも反論するつもりはないけど、うん、ヒエラルキーが下の人って呼ぶのやめてよ、俺別に反論はないけど。詳細なレポートをしなきゃいけないってこと？そうなんだ。小説を見たときに君は今、鍵学校の中しか喋ってないの。なるほど。うん。風景描写がないのか。そうです、そうです。とがきのようなもんだから。ああ、なんか、わかんない。脳みそがベストになる、ベストになるよ。いや、ベストはこう。違うよ。ならないようにやってる。うん、なんでか。なんでか、なんでか。俺ね、小説の風景描写、嫌いで飛ばすんです。あ、そうなんだ。うん、あのね、本格ミステリーとか読んだりね、うんうん、まあ、あんま事件に関係なさそうなその館の特徴とか、うん、まあ、大事なとこ読むよ、うんうん、でもいらなそうなとこ全部飛ばすでしょ、うん、風景描写が嫌い、バカこらでもだけど言うんじゃねえっつんだよだからその嫌気なんだっすね、そうだね、まあ、あ、本当にそうかもしれない、だからここから抜け出せないんだ、これいつまでたっても、うん、でもね、俺ね、うん、あ、でもだけどじゃないよ、悪い癖かも、うん、やんな、君が人生を駆け抜けてくんだったらでちょっとどれだけこう変わったかさ、なかった、みんなでさ、あ、じゃあ、これから見ていきたいと思います。はい、今、入ってまいりまして、まあ、割とこじんまりした、一部屋の展示でございますが、中央奥の方にですね、360度から見れるように、十一面観音さんが、割と高い位置に置いてあります。ただまあ、すごくいい雰囲気で置いてありまして、あ、カット、はい。カット、カット、カット、はい。ビクトリーガンダム1巻ぐらい説明が長い。
風景描写を入れて、うん、間に感想も入れていかないと。ビクトリーガンダムの1巻も長いよ。ビクトリーガンダムの1巻ってそんな。めちゃくちゃ長い。ギロチンの、ま、女帝文化。いいんだけど。うんうん。あ、そうなんだ。2巻の途中までモビルスーツ出てこないんだから。へぇー、そうなんだ、うん。大変なんですよ。その女帝のね、女帝文化の話。いいんですよ。ビクトリーガンダムの話は。V ガンダムの話は。そうそうそう。富野さんは許されますよ。富野由悠季さんだったら、いくらでもとがき、情景いいですけど、やっぱり。大先生なら、ね。そう、大先生だよ。それ混ぜ込んでいきたいんですよ。難しいですね。そういう、ちゃんとした人やってんだもんね。そうですよ、そうですよ。よくなったよ。でもだけど言わなくなった。ねえ。だからじゃあです。だからじゃあ。あ、だからじゃあだったらいいね。うん。もう、ちょっと顔出そうだけど、大丈夫か。じゃあ、見に行こうかな。見に行こうかな。あ、来た来たよ。はいはいはい。ちょっと見に行ってきます。はい、素晴らしい。はい。展示場に入ってまいりました。もう割と、お、こじんまりして、小さいところですね。あ、ただ、ただ真ん中にいらっしゃいますね。うわー、すごーい、よっしゃー。いやー。うわー、すごいよー、はっきりするよー。やっぱり確かに、うるさいなもう一回言います。今日取り出して。入ってきました。はい。割と小さい部屋ですが、あ、ど真ん中のちょっと奥の方にいらっしゃいますね、十一面観音さん。ああ、やっぱり雰囲気すごいなあ。四方ね、ガラスに囲まれて後ろも回れるようになってるんで、ちょっと後ろも見てみたいんですけれども。あ、これやっぱ普段見れない後ろすごいですね。思ったよりエロいですね、後ろがね。ああ、なるほど。うん、そして、一緒にもともと祀られていた、はい、諸仏が。ね、ここね、ああ、なるほど。なるほど。似てるな。日光月光がね。うん、日光学校がね。日光学校ね。ああ、作法同じですね。あれよかった。なるほど。はい。見てまいりました。まあ、よくなったかな。そう。ああ、よくなったかな。ああ、ほんと？まあ、実際ね、あの、現場行ったより雰囲気出ると思います。今までこう、ない状態で、そこまで行けたんだったら、まあ、いいんじゃないですかね、と。現場は結構、細かい道書いてますからね、うん。これで君はもう、レポート、どこに行っても、そうか、レポーターになんなきゃいけないんだもんな。行くときはね、ちょっとね、うん、他の、なんか、ところに行くみたいな設定でもやろうと思ったんですけど、うん、もう、限界です。一回止めようって感じだね、うん。そんなことも踏まえて、うん、今後美術館とかね、お寺の本堂に入るときは、やっていきますよ。はい。そしたら多分本当に、あ、まあ、なんか見に、もちろん見に行きたい人は見に行くんですけど、見に行けない人もちょっとまあ行った気と。代替としてね。そう、見ていただいたりとか、うん、より魅力を伝えられて。まあ、ちょっとその方法は今までなかったん、ね、うん。信仰心がより高まるんじゃないかなと。はい、なーむ、うん。あれナムが、お、ナムで15日でしょ。ナムがナムでね、うん、あ、こうなっちゃう。